はい、今日はフェスですね。ちょっと待ってよ。12時からだよね。今日よね。切れて、一回、もうすぐニュース出るパターンかな？切れてニュース出るパターン、来た、ほらね。来たね。これで、フェスですよ。12時前にね、立ち上げとったけんね、多分ああなったんだと思う。来た。さあ、今回はね、ステージがね、魅力的な3つだったけんね、素晴らしいよ。ハコフグと、アンチョビと、ひょっつるか。ねえ、いいよ。早速アンチョビが含まれるっていう、素晴らしい。毎回のことですが、この雰囲気ね、いいね。特に大きく変わっとるところはないよね。いつも通りよね。よし。じゃあちょっと、新しいね、アイテムが追加されてないかだけ見て。ないね。行こう。どうしよっかな。あ、そうそう。プロモデラー MG に、なんかチェイスボムにね、ハマっとるんで、このまま行っちゃおうか。このまま行っちゃおうかね。うん。このまま行こう。よっしゃ。いやー、フェスもね、楽しんでいきましょうよ。今回ね、ツイッターで、どっちが多いかなーと思ってさ、ちょこっと、投票して、投票の投稿してみたんよ。うん。したらね、やっぱ、俺のフォロワーさんでは、頭脳が圧倒的に多かったね。うん。YouTube でコメントくれる人らも、私はこっちにしましたよとか、俺はこっちですよとかって書いてくれたりするけど、それでもやっぱ頭脳が多かったなーっていう印象はあるんよね、やっぱね。あとは、まあ、勝率がどうなんかっていうところね。そこ結構大事。そしてなかなかマッチングされない時間かかるな。これ絶対また通信エラーのパターンだろ。ここまで繋がらんっていうのは。みんなもう一斉にスタートするけ。あれかな？みんな一斉にスタートするけ。もう通信が不安定になったのかな。昨日からね、まあ、昨日アンチョビの発表だったんだけどさ。その時もだいぶ不安定だったんよ。なんか結構回線落ちが多くって。ちょ、待って。大丈夫これ。大丈夫ですか？ちょ、一旦切ろっか。んで、スタートしたら、収録開始するわ。うん。はい。じゃあ、ありがとうございます。終わります。